はい、どうも JP です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日なんですが、2024シリーズ2通常 S ランク、中継ぎ12選手ご紹介していこうかなと思っております。今回の通常 S ランク2024シリーズ2の2選手目の追加となっております。まあ、前回のファーストの選手ちょっと紹介してなかったんですが、中継ぎの選手はやっていこうかなと思っております。で、この中継ぎ12選手紹介した後に10連チャレンジスカウト2日目引いていきたいなと思っております。今日は神引きできるのかどうかやっていきたいなと思っております。それでは中継ぎ12選手見ていきましょう。1人目、阪神漆原選手。漆原選手は2024シリーズ1の覚醒からの通常 S ランク登場となっております。覚醒と比べますと制球プラス3と上がっているような形ですね。裏捨てにつきましてはスライダーが E から D に、スプリットが C から B に、ナックルカーブが D から C に上がって、ストレートが B から C に下がっているような形です。トグノにつきましては奪三振が要所丸に変わっている形ですね。まあ、漆原選手、阪神純正やってる方は覚醒持っているのであれば、獲得でき次第継承しちゃっていいところかなと思われます。で、個人的評価、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星2となっております。次、広島森浦選手。森浦選手は、2023シリーズ1ぶりの登場となっております。その時と比べますと制球マイナス6とちょっと大幅に下がっている形ですね。で、球種につきましてはストレートサークルチェンジがアップして、スローカーブが消滅しているような形です。で、特能につきましては緩急対ピンチが奥行き切れに変わっている形ですね。今回新しく登場した奥行き、遅い変化球の体感速度がダウン、打者のミート中ダウンということですね。結構強いかなと思われますね。まあ、奥行き、ストライクゾーンを深く使っていくような形だと思うんですが、まあ、これをね、今後自分が使うとき、やられたとき、深いって言いたいかなと思ってます。で、森浦選手は純正的星5、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星3となっております。次、横浜石川選手。石川選手 S ランク初登場となっております。9位73、制球69、スタミナ61と称号で、9位制球同値が可能となっております。適正は中継ぎのみとなっておりまして、変化量の大きいカーブとチェンジアップが持ってるっていう形ですかね。特能につきましては超緩急20丸、キレ、打たれ強さとなっているんですが、まあ、そこまであって圧倒的に強い選手ではないんですが、スピリッツ4700っていうところが今のところ大きいアドバンテージかなと思われますね。純正的星5、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星2となっております。次、巨人高梨選手。高梨選手は、制球プラス1となっております。称号で球威 A が可能となっております。球種につきましてはフォークが F から D に上がっているような形で、全体的に球速は1キロダウンしているような形ですね。特能は変わらず、キレが切れ回に変わってるだけですね。高梨選手、過去シリーズ持ってる方はどんどん継承しちゃっていいところかなと思われます。純正的星5、12球団的星4、リーグ的星4、リアタイ的星4と言っております。まあ、リアタイやってる方、12球団やってる方でしたらかなり欲しい選手なのかなと思われます。次、ヤクルト石山選手。石山選手は9位マイナス1となっております。称号で9位制球同値が可能となっております。投手適性なんですが、抑えが C から S に上がって煙突なしで抑えもできるような形となっております。ストレートが D から B と、ここが大幅アップしているような形で、特能につきましては変わらずといったような形で、第2特能が回がついているような形ですね。まあ、石山選手セレクション持ってる方でしたら、このシリーズ2通常 S ランクはいらないのかなと思われます。個人的評価、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星2となっております。次、中日橋本選手。橋本選手は2020年覚醒からの S ランクの登場となっております。9位プラス3、制球プラス9とかなり上がっているような形です。裏捨てなんですが、先発適性が消滅しているような形と、球種はかなり増えております。で、特能につきましては対左打者が綺麗に変わっているような形ですね。純正やってる方は2020年の覚醒持ってるのであれば、まあ、獲得でき次第
継承なり幻突なりしちゃっていいところかなと思われます。で、橋本選手純正的星5、12球団的星1、リーグ的星4、リア大的星1となっております。次、オリックス井口選手。井口選手はオリックス版 S ランク初登場となっております。2021シリーズ2の日ハム版と比べますと、球威-3、制球-2、スタミナ+1となっております。調合で球威制球同値が可能となっており、球種につきまして、カットボールと高速シュートが追加となっております。特能なんですが、超大ピンチが対ランナーに変わっておりますので、まあそれでもオリックス純正やってる方で日ハム版なぜか持ってるっていう方は継承しちゃってもいいと思いますし、リアタイでめちゃくちゃ使ってるからっていう人は多分いないと思うので継承しちゃっていいところかなと思われます。で、井口選手純正的星5、12球団的星1、リーグ的星4、リアタイ的星2となっております。次、ロッテ沢村選手。沢村選手は通常 S ランク2023シリーズ2ぶりの登場となっております。球威-2、制球-2、スタミナ+1となっております。スプリットが A から B に若干下がってるのと、特能は変わらずキレが切れ替えに変わってる形ですね。スピリッツアップを目的としている方でしたら通常 S ランクからの継承は OK となっております。 TS からの継承はしない方がいいかなと思われますね。沢村選手純正的星5、12球団的星2、リーグ的星2、リアタイ的星2となっております。次、ソフトバンク杉山選手。杉山選手は球威-2となっております。裏捨てにつきましては先発適性が S から C に下がっているのと、マスラスプリットがアップしているような形です。で、特能につきましては、奪三振が要所丸に変わっている形です。で、杉山選手純正的星5、12球団的星2、リーグ的星3、リア大的星2となっております。まあ、ちょっと制球がね残念なところではあるので、リア大的にはちょっと厳しいかなと思われます。次、楽天ソンチャーホー選手。ソンチャーホーなんですが、球威-1、制球+1となっております。称号で球威制球同値が可能となっております。ストレートとカーブが、それぞれアップして、特能が緩急が超奥行きに変わっているような形ですね。個人的評価、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星3となっております。ソンチャーホーも深い深いができる選手となっております。次、西武佐藤選手。佐藤選手は球威+1となっております。先発適性が消滅してパームがアップしているような形ですね。で、特能につきましては要所丸、玉持ちが奥行きグラウンドボーラーに変わっている形ですね。まあ、正直奥行きがリアタイでどこまで使えるのかが分かんないんですが、グラウンドボーラーもついているので、まあまあ強くはなっているのかなと思われます。佐藤選手純正的星5、12球団的星2、リーグ的星3、リアタイ的星3となっております。で、ラスト、日ハム杉浦選手。杉浦選手は2022シリーズ1ぶりの登場となっております。球威-4、制球-1となっております。称号で球威制球同値が可能になっており、抑えの選手だったのが中継ぎの選手メインに変わっているような形ですね。で、特能は奪三振キレが超剛速球伸びに変わっている形です。で、杉浦選手純正的星5、12球団的星2、リーグ的星3、リア大的星2となっております。といったような形で、今回新たに追加された2024シリーズ2、通常 S ランクの中継ぎの選手ご紹介させていただきました。今回個人的に欲しい選手は、まあ、巨人高梨だけかなと。高梨だけが欲しいかな。継承できるとか、すぐ極みにできるっていうところだけを考えたら高梨選手かなと思われます。といったような形で高梨選手出てくれれば嬉しいかなと思って10連チャレンジスカウト、2日目やっていきたいと思います。お願いします。まあ、初に、おー、いいね。2回連続虹、2枚引きあるか。初日はね、まあまあひどい引きだったので、まあ、シリーズ2ゲットのチャンスはあるのかどうか。この移行期間はね、個人的に全く当たんないんで、2枚引きなしか。カメラもなし。さあ、いやでも高梨シリーズ2 250エナジー使うか難しいな。さあ、今回もラストですね。さあ、お願い。うわー、ありえる。むず。ちょっと保持かな。今すぐには交換できないですね、これ。
はい、というわけで本日は、今回新たに追加された通常 S ランク中継ぎ12選手ご紹介させていただきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。